はい、北総開発鉄道の小室駅です。小室駅の前に来てます。で、実はこの小室駅にはここにあのコンビニがもともとあったんですけど、ここに新たに待合所というものができました。これはどういうことなのか、あの管理をされているシステックの、方にご説明いただきたいと思います。こんにちは、システック山口と申します。こちらの待合所はですね、自治会の方からのご要望もありまして、もともと倉庫の、場所だったんですが、バスや電車の、時間の待ってる時に、日陰がないとかですね、そういった雨よけなどの、ご要望に合わせて、特に地域の方、お年寄りの方とかも多いので、そういった意味でその会社のオーナーがですね、待合所というのを建てて、皆さんに気持ちよく使っていただきたいと思います。ありがとうございます、民間の企業ということですね。そうです、はい、で社会貢献でこの待合所を作られたという。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。小室の町で初めてでした。はい、はいはい、それでは先ほどの待合所を管理されている株式会社システックの山口取締役の方から、そもそも株式会社システックというのはどういう業務されているのかということをご説明いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。どうしても株式会社システックはですね、東京の亀戸に本社がありまして、電子部品や半導体の専門商社としてやっております。電子部品半導体ってですね、一般的に電子機器に入っている電子基板というものに入っている細かい部品、こちらをですね、世界中から取り寄せて日本のものづくりをしている中小企業様に卸しているというような会社になります。なので、日本や世界から取り寄せた部品を一度小室のこちら倉庫に集めてですね、日本全国のものづくりをされているお客様に、運ぶというような拠点として作ってました。はい、ありがとうございます。実はこのさらにここの奥に待合所だけではなくて喫茶店も開かれているということで、これからご紹介いただきたいと思います。じゃあ行きましょう。17日にオープンされたということです。で、喫茶店まで作られて非常に地域の皆さん、小室の皆さんも喜ばれていると思うんですが、どういうことでこの喫茶店から作られたんでしょうか。はい、もともと倉庫を建てるときにですね、地域の自治会の方とのお話の中でですね、小室の地域にいったコーヒーを飲めるとかですね、飲食店が少ないというご要望の中で、オーナーがですね、した地域貢献の一環として、一つ喫茶店を作る。なので値段もですね、非常に格安で、本当にお年寄り年配の方でも気軽に来ていただけるような価格設定になってます。社員が従業員をしておりますので、そういう意味では素人がやってるような形です。なのでメニューは最初は少ないんですが、少しずつ、いろんなご要望を聞きながらですね、慣れていったらメニューが増えていくかなというような形でやっております。はい、私も市議会議員としてずっと小室には訪れさせていただいて、今は子供の勉強も見てるんで訪れさせていただいたんですが、はい、実は正直な話、最初にここに建物ができた時に、小室の皆さんは、なんだ半導体の会社倉庫かということで、がっかりされた結果があったんですけど、いや、できてみたら本当に社会貢献で、こんなに小室の皆さんも喜ぶ形を作っていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。で、小室の皆さんだけじゃなくて、ぜひ駅からすぐ歩いてこれますので、ぜひ一度訪れていただいて、全国各地線を訪れていただいて、小室の茶屋でくつろいでいただけると、よろしいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。小室の茶屋は自らメニューを開発しようとしているだけではありません。長年小室で頑張ってこられています全日食と協力しながら、全日食の作った弁当を昼休みにここでも食べられるように取り扱ってます。素晴らしい地域貢献だと思います。引き続き頑張ってほしいと思います。